こんにちは。ワインストーリーナビゲーターの鈴木遥です。今私たちが向かっているのがウミエールさんから歩いて数分のところにある今回のゲストワイナリー勝沼醸造さんです。安藤さん、勝沼醸造さんってどんな印象のワイナリーですか？はい、勝沼醸造さんはですね、勝沼の中でも非常に歴史のあるワイナリーで、で勝沼ではやっぱり甲州を作っているワイナリーが多いんですけれども、はい、勝沼醸造さんはその中でも甲州に力を入れている、そういう印象があります。楽しみですね。楽しみですね。はい、では早速行きましょう。はい、ではアルガ社長、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。早速ですが、勝沼醸造さんについて教えていただけますか？はい、私どもはですね、1937年に糸ですね、先進業を営む傍ら、ワイン作りを始めて、僕は幼少の頃からね、ワイン作りをする、家業の中に生まれたんですけどね。日本のワインの歴史っていうのは140年ぐらいですけども、そのうちの85年ぐらいをやってるんですが、どんなところに一番こだわりを持ってワインを作られてきてるんですか？今はやっぱり当地で栽培されてる甲州ですね、この品種にとんがったワイン作りをしようっていうのが、当社の一番の目標ですね。早速ではサーブをしていただいた香りがね、はい、すごく漂ってきているので、はい、これはですね、はい、私どものアルガブランカ、ピッパというワインなんですけど、はい、実は私どものワインというのは全てそのポルトガル語になってましてね、でこのアルガブランカのアルガは私のファミリーネーム で、でブランカは白っていう意味 でピッパっていうのは実は小樽のことをピパっていうんですね。ですからこのワインは小樽に入れてますので、それでアルガブランカピパと言います。はい、ではもう飲まれてます、はい、乾杯をねしましょうか。あ、そうですか、ね、お願いします。よろしくお願いします。はい、結構酸味もしっかりしてますね。そうですね、酸味を感じた後に、ね、香りがずっと、はい、ですからこれは補糖は一切してないんですね。だからブドウの糖分だけで、アルコールしてるんですけど、アルコール度数は若干低いですけどね、11.5 ぐらいです。はい、このピッパにはどんなお料理が合うんですか？そうですね、このピッパっていうのは先ほどお話ししましたように、フレンチオークダルの中で、ワインにするんですね。はい、ですからこのワインの中にこうスモーキーなが映ってるんですね。はい、ですのでこう料理もグリルした料理、はいはい、そういったものにこう合わせやすいと思うんですね。はい、私どもでは実は直営レストランもあってですね、はい、そのレストランで その売りの料理がですね、ローストビーフなんですね。はい、ローストビーフになんと、はい、お肉ですから本来なら赤なんですけど、私どもはこのワインを、はい、わさびを使ってそのローストビーフをトロに見立てるんですね。へ、それでそのたっぷり そのわさびをお肉の上に乗せてですね、はい、つけ皿 のたまり醤油にベタッとつけてですね、はい、それを召し上がっていただいて、これと合わせるというようなこともやってるんですね。そうすると皆さん驚かれてですね、肉には白ですねと言ってくださるんですよ。ちょっとその感動を味わってみたくなりましたよね。わさびはいいですよね。あ、そうですね、甲州と相性が良くなる。あれがね、本当ローストビーフってよくホースラディッシュを使うんですが、ホースラディッシュだと赤ワインになるんですね。うん、でわさびを使うと白にくるんですよ。だからあれ面白いですよね。メインが同じでもね、不思議ですね。面白いですよ。ね、ぜひ機会作ってぜひ、試しにお越しいただければ。もう今すぐにでも食べたいみたいな感じになりますね。素敵なグラスとともに登場した、では
2本目のワインをご紹介いただけますか。これは、はい、アルガブランカ伊勢原と言いまして、はい、まあ、アルガブランカは先ほどと同じ で、はいはい、で伊勢原というのは実はこのブドウが採れた場所の名前なんですね。これ山梨 の、 あの笛吹市三坂町金ヶ原伊勢原っていう場所なんです、はい、でどういうわけかそこから採れた甲州でワインを作るとですね、もうそれまでの甲州ワインの概念をもう全く変えてしまう、全然違う形のワインになるんですね。でそれがこの形なんですね。気になるのをいただいて、もう最初このワインに出会った時ね、僕はもううちのあの醸造担当のお前何かしたのかと言っちゃいました。何かしたのか甲州らしからぬ香りがあるってことですよね。なんで甲州でこんなワインができるかっていうのが不思議だった。独特のなんか柑橘の皮みたいな ですごいあのいい香りですよね。6、7年前ですね、はい、勝城さんから80キロぐらいかな、あのこのブドウ分けていただいて、はい、あのそっちでも仕込んでみてよって言われて、見た目はもう普通の甲州 で、はい、で仕込んだら同じ香りが出るんですよ、はい、うちで仕込んでも。だから蔵付きの酵母とかそういうことでもなさそうで、じゃあもう本当に伊勢原の甲州ブドウだからできるワインってことですね。水はけがいいですよね、あそこは。おそらく金川のもうすぐ、本当はね、だからあれですよね、安蔵さん、あのメルシャンで同じワイン作って同じ伊勢原でこう出したら面白いですねそういう提案も一時ありましたね。あの海外ではやっぱりあの、ね、畑が一緒で作り手が違うワインっていくつもあるので、うんうん、もちろん勝城さんよりちょっと安めで本家本元より高く売るわけにはいかないので、いやいやいや、でも本当に独特ですね。あの我々もあの岩出甲州っていうワインがあるんですけど、それは笛吹川のすぐ横なんです。でやっぱり川に近いところって岩石がいっぱい土に入っていて、こう水はけがいいっていうことがもしかすると甲州、うん、香りの大きな出る甲州につながるのかもしれないですね。こう甲州にとんがったワイナリーっていう中にすごくこう大きなストーリーが隠されていて、もうね、どんどん話が盛り上がっていくんですけれども、あのアルガ社長から今日の番組の感想と、それからワイン好きの皆さんにぜひメッセージをいただければと思います。まあ、はい、今日はねお忙しい中をね、あのこういう時間を作っていただいたことを非常に嬉しく思います。はい、まだまだ我々その世界に通ずる品質のワインを作るってことは、まああのまあ、今後ももちろんやっていくことなんですけど、やっぱりお客様側にですね、もっとワインのある生活、それをしてほしいなっていうことをすごく思うんですね。あのワインのある生活っていうのは、あの何、たくさんお酒を飲めっていう、ワインを飲めってことではなくてですね、そのワインをあの生活の中に入れることによって、あの豊かさの実感が違うってことを、それに気づいてほしいですよね。あのワインってワインだけを飲むものではなくてですね、あの料理を味わうってことなんですね。だからあの料理を味わう上でワインがないとあの寂しい、あのワインがないとつまらないっていうのがワインがある生活の話なので、料理はもう何でも合わせていただいてですね、でその時にあのきっと気づいていただけると思うんですよ。え、ワインってこんなに美味しいのってことに気づけると思うんですよね。あのぜひあの日本の風土でできたこのね甲州、この甲州で作るワインっていうのは、あの日本人のそのなんですか、食習慣の中にすごくこう入りやすいワインなので、うん、あのぜひですね、あのそれをこう体験してもらってですね、でそうすればあのこう先人たちからも100年も200年も前からこう我々はいろんなものあの譲られて今があるんですけど、でそれを次世代にこうしっかりとバトンタッチすることができるんですね。
で、まあ、この当地はもう都内から100キロしかない場所なんで、もう週末はもう山梨に行ってワインを買ってこようというようなことが当たり前になるような、そういうふうな産地とかワイン文化っていうものが欲しいですよね。では荒川社長、次のワイナリーをご紹介いただけますか。はい、電話して、はい、ぜひお願いします。はい、じゃあちょっとします。はい、大村です。あ、もしもし、大村さんですか。はい、大村です。あ、どうも、勝沼醸造の荒川です。大村、こんにちは。はい、今、はい、実は今ですね、中のワイナリーを紹介してくださる、はい、もう今、宇宙収録してくださってるんですけど、はい、次のワイナリーを紹介してくれって言われたんですよ。僕はぜひ丸藤さんをご紹介したいってことでお電話したんですけど、友達の番みたいな。そうですね、はい、ぜひ大村さんにお願いしたいなと思ってるんですけど、よろしくお願いします。私どもでよければどうぞ。いやいや、はい、ぜひぜひ、はいはい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はいはい、失礼します。はい、ありがとうございます。丸藤ぶどう酒さんということで、の大村社長です。大村社長に、はい、はい、じゃあ次はね、ご登場いただくということで、また楽しみにしたいと思います。はい、なかなかいいですよ。勝沼の宮崎駿。おお、はい、じゃあまたね、期待して伺いたいと思います。ありがとうございました。はい、どうも。ということで今回は勝沼醸造さんにお邪魔しました。次回は丸藤ぶどう酒さんにお邪魔します。楽しみにしています。ありがとうございました。 ありがとうございました。はい、カットします。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ焼き鳥屋行きますか。焼き鳥ですか。焼き鳥、焼き鳥、これが合うんですよ、焼き鳥に。行きたいです。行きましょう。ぜひ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 。アルガブランカピッパ、日本固有のブドウ品種、甲州から世界に通ずるワインを作りたいという勝沼醸造の夢から生まれたワインです。醸造過程で糖や酸を補わず、ブドウ本来の成分を凝縮し、フレンチオークダルの中で6ヶ月間発酵熟成した後、瓶熟成に2年以上を費やしました。果実味と樽香のバランスが良く、複雑で優雅な味わいのワインです。アルガブランカ伊勢原、山梨県笛吹市三坂町金川原地区の単一畑アザ伊勢原から収穫された甲州酒のみを原料に、類まれなテロワールの個性を醸し出した一品です。華やかな香りに加え、爽やかな酸味と微妙な甘さがバランスよく、凝縮感がありエレガントな味わいのワインです。じゃあ今日はお疲れ様でした。どうでした？そうですね、やっぱり勝沼醸造さんはやっぱり甲州に特化してるっていうのがやっぱり特徴ですかね。うん、ね、伊勢原も久しぶりだったんですけど、やっぱり面白いですね。うん、全然違います。やっぱり香りが独特ですよね。銘柄がわからないようにして見ても、やっぱり伊勢原ってすぐわかる。うん、独特のやっぱり香りがあるので、やっぱりあれはテロワールなんですかね。そうなんですよね。面白いですよね。面白いです。研究材料なんですけどね。楽しみですね。楽しみですね。大村さん、さっきアルガさんの話にもありましたけど、勝沼の宮崎駿って言われてますので、うん、独特のトーク、まあマシンガントークではないですけれども、すごく語ってくれると思います。そうですね。楽しみですね。